次はですね、一応ね、内装の方なんですが、シート形状、一応ですね、このようになっております。普通の A5 とはまた違ったこのね、S5 専用のスポーツシートになりますね、これね。かなり結構ホールド性も良くて、ここにも一応 S5 のマークが、はい、なっておりましてですね、かなりスポーティーさがありますね。で、シートはですね、ここ見てほしいのがこれがですね、下にレバーがありまして、これでこのように伸びます。これ伸びることによってですね、オリジナルでですね、これ100円ショップで、作りました。クッションとこの台を買ってきて、これ足置きとしてですね、一回やってみますんで、こんな感じですね。助手席に乗るときにですね、靴をこの下に収めることができるということで、でこれで足を伸ばせばとても快適です。助手席の方なんですけどね、自分は運転する側なんで、まあ、快適ではないと思うんですけれど、よいしょ、はい、一応そういった形になります。はい、よいしょ、はい、次はじゃあ運転席周りの方を見ていきましょうか。カメラさん、こちらの方へよろしくお願いします。はい、ちなみにですね、これグリルは車外のグリルで RS タイプのグリルになっております。純正グリルではないですね。はい、じゃあ、はい、はい、一応運転席周りもこんな形になりますね。はい、一応ですね、このシフト周りもカーボンが、あそこですね、先端カーボンが結構あしらわれててですね、その辺も結構スポーティー感がありますね。はい、鍵はですね、一応こんな感じで、はい、見えますかね。一応こういった形でスマートキーで、ここにも S5 のマークが入ってますね。はい、こいつを持ってればエンジンとかそのまま始動できますんで、はい、じゃあ実際にいざエンジンを始動してみたいと思います。よろしいでしょうか。はい、よいしょ、こいつを持ってればこのスタートボタンで、はい、ブレーキを踏んで押すといいですか。はい、このような形になりますね。はい、